生田。はい。生田に関して、斉藤優里、はい、うん。グループで、なんかミーティングみたいなやつをやらされるんですね。あ、や、嫌なの。やりたかったんですよ。やりたかった。はい。うん、それで、やってる時に、結構ふざけたことをやろうと思ったんですね。うん、で、それを提案したら、私そういうキャラじゃないから、そんなのやりたくないっつって、その案を却下されたんですね。だけど今では、なんか変な歌に乗せて自己紹介とかやっちゃうし、本当になんかキャラが、確変しちゃってて、ちょっと自己紹介、ちょっと見たい見たい。今やってる自己紹介って何だ。猫級の店と、あだ名はいくちゃん。ピラーラジョーメンツ。好きな食べ物はうどん。あじょーめんに乙女と、あもせいこーぱつ。料理はちょっと苦手。